皆さん、お久しぶりです。ゆっくり霊夢ちゃんだよ。かなり間が空いてしまってすいません。ゆっくり魔理沙だぜ。みんな、私のこと忘れてないよね。ふむふむ、ヨウムちゃんだよ。今日は、モフさんのコースにチャレンジしていくよ。完全なる、青狩り。青狩り、私たちの実況でよく使ってるけど、このコースが全ての始まりだよ。高速青と黒リフトに乗りながら、ガリガリに当たらないよう進んでいくコースなんだぜ。こんな風に、完成でものすごくコントロールがしにくい作りになってます。そういえば、なんで私たちの実況こんなに間が空いてしまったんだ？最近ウプ主が地声実況始めたでしょ？ああ、あのキモいやつだな。ふむふむ？機材揃えたんだし、いろいろ試そうとしたら、ゆっくりの編集をする時間なくなっちゃったみたいだよ。確かに、編集時間が雲泥の差ではあるんだよな。え、それって結構ヤバくない？なので皆様、私たちの実況を増やすために、ぜひ高評価をよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。中間ポイント取ったけど、扉に入らないでそのまま行ってしまえばよかったな。ゴリゴリするチャンスを逃しちゃったね。このコース、今までにもかなりの回数挑戦しています。多分3時間くらいはやってるか？中間ポイントまでは割と簡単なんだけど、ここからがトラウマもののレベルです。けど、信じられないことにこのコースでタイムアタックしてる変態を私は知っています。信じられないよな、本当に。ここからしばらくはダイジェストでお送りします。合言葉は、S 字はクソ、です。ここが問題の S 字だな。ダイジェストが終わったということは？クリアテイクかな？そう思うだろ？だが、実はそうじゃないんだぜ。え？じゃああんた、あの子の何なのさ？港のようおこようおこ浜よこすかー？お前ら、それ絶対小学生中学生にはわからないぞ。何しろ、ウプ主よりさらに上の世代で流行ってたやつだからね。お、華麗に S 字を抜けていったね。そして、この先だな。何？もうゴールじゃないの？こんなのできるかー？そして、静かにコースから出るを選択するウプ主なのであった。モフ、こんがりスネーク。え、またモフさんのコースやるの？おい、ちょっと失礼だぞ霊夢。だって、またクリアできないんじゃないの？さすがに連続でリタイアなんていうことになったら動画的にどうなのさ？港のようおこようおこ浜よこすかー？今度もそれ全く関係ないな。ふむふむ。さて、もうすでにヒゲのおっさんがこんがりと焼かれてるね。私はアルデンテがいいな。いやそれ、茹で加減だからな。っていうかお前ら怖いこと言うな。マリサは、焼き加減は何がお好み？私は、ブルーレアくらいがいいな。溶岩に落ちて、ウェルダンになっちゃったね。だから怖いこと言うんじゃない。さて仕方ない、実況していきますか。お前、そんなんじゃ地声ばっかりになっちゃうぞ。大丈夫でしょ？地声ばっかりじゃ再生数伸びないに決まってるよ。ふむふむ。今のところ、うまくスネークの間に入れたらダメージ食らわないでいけそうだったな。ただ、赤コインも回収しながらだと時間的に全然微調整する余裕がないね。なんとかうまくやり過ごせたけど、かなり際どいタイミングだったよね。アーチーチーアーチー。燃えてるんだろうか。燃えるの字が違う。お前ら今日は久しぶりだからって張り切りすぎてるんじゃないか？マリサだって、急に呼び出されたから寝癖で髪型がバナナみたいだよ。これはいつもと同じ髪型だ。って、誰がバナナだこの野郎。こんなやりとりが懐かしい方、繰り返しますが霊の剣、よろしくお願いします。私はマジで怒ってるからな。さあ、今度こそちゃんと実況やっていこうよ。でも、私たち今までもちゃんと実況なんてやってたっけ？9割雑談で、残りが実況くらいじゃなかったか？だいたいいつもマリサのツッコミが悪くて、そこから変な流れになっていっちゃうんだよね。そうだそうだ。お前らが真面目にやってくれさえすれば、私もつまらないツッコミをしなくても済むんだけどな。ピンポンパンポーン。
今のなんだ？ここから真面目に実況していきますっていう案内のチャイムだね。企画の結果発表動画で使いたかったけど、うまくなじまなかったっていう裏話があったりなかったりします。ここの赤コイン、どうやって取ればいいの？キラー砲台が落ちてる時に、それを使ってジャンプするしかないんじゃないか？そしてなんだかヤバそうなトゲコンボエリアに来たよ。ここってノーダメージでいけるのかな？いけるのかもしれないが、私たちにはゴリゴリで行く方が良さそうだな。中間取るのには、神がいるんだね。モフさんのコースは大体そんな感じだな。あれ？動画の残り時間もうほとんどないぞ。どうなってるんだ？この後かなりの時間やりましたが、ここ以上進むことができませんでした。え？おいまさか、嘘？だろ？いいえ、本当です。それじゃ、次回はあなたのコースにくるくるくる。久しぶりなのにこんな鬼か。